はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はい、先ほどのね、金属探知機の、映像、はいはい、あれはね、嘘ですよ。見た感じね、はそんな感じやなって思ったんでやっただけで、はいはい、これはね、LED のスリーウェイランタンになります。なんと地面から1メーターぐらい伸ばせて広範囲を明るく照らせる。それとワンタッチでね、三脚が開く。で、磁石が内蔵されてるんで車にもつけられる。で、調光が3段で、色も2色あるのと、で、防水耐久性が抜群で、ヘッドライト部分が、あのライト部分ね、それがぐるぐるね、あちこちに照らせるのと、それとモバイルバッテリーの役目、12000mAh、 かなりでっかいのがついてるいうことですわ。ざっと言っただけでこれだけの性能と、それと使い道があるっちゅうことは、ひょっとしてめちゃくちゃでかいんちゃうかなとか、めちゃくちゃ重たいんちゃうかなってね、思ったんですが、これですわ。ほぼ水筒と同じサイズ、500か600のね、水筒と変わらないサイズなんで。はい、それじゃあね、ランタンなんで、まずはね、明かり、ここの部分を1回押すと、バッテリーの充電状態、残量が分かる。今満タンですわね、これね。そしてスイッチを3秒以上長押しでロー40ルーメンがつきます。そしてもっぺん押すと250の中で、もっぺん押すと500ハイになります。で、この部分をダブルクリックで、温暖色オレンジ色になるのかな、はいはい。そしてもっぺんダブルクリックで、モールス信号 SOS のね、緊急時に使えるようになってますわ。で、長押しで、消える。それと気になるのが所要時間、65時間ってなってるんでね、夜だけ使ったら1週間弱、はいはい、つけっぱなしだったら2日半ぐらい使えるんかな。それとね、720度、360の180度やから、上も下もね、どこでも照らせるヘッドがついてるんと、それとそれ以外に地面から93センチ、もうほぼ1メーター伸びるいうことですわ。それとこれ、ほらワンタッチで、三脚開いて、ここにね、磁石があるんですわ、マグネットね。はい、こんな感じで車の横で食事をしたいとか、それとか緊急時ね、ちょっとライトをつけときたいなあいう時で、はいはい、でそれが、上まで伸ばしたら1メーターぐらいヘッド、屋根よりも上に上がるんちゃうかな、はい、こんな感じでね。まあ今は半分ぐらいしか、カメラにね入らないんで伸ばしてはいてないんですけども、まあ車が故障して修理するときに、ちょっとライト持っといて言わんでもね、磁石がついてるいうことと、緊急時、高速なんかで、はいはい、前後にライト置いときたいないうときなんかやったら、三脚もちゃんとついてるしね。まあ考えたらね、いろいろ車の中にも緊急ライトとかね、あるんでね、それやったら、いっそのこと、これ1個買うといたら、アウトドアで使えたり、緊急時でも使えたり、おまけにちょっとね、スマホ使いすぎたな、バッテリーないやん、いう時でも、はいはい、これからね、充電できるし、まあまあ、まあ、車の中やったら、車本体から充電したらいいだけの話なんやけども、それとね、付属品としては、充電する時のための、USB の C タイプ、それが入ってるのと、それとなんかペグね、これね。で、この USB の充電はね、だいたい5時間で満充電って、はい、書いてますわ。で、これね、充電とモバイルバッテリーの役目がするポートがついてるいうことですわ、ここに。それとね、まあまあ、一応ペグが入ってたんで、わあ、ペグなんか入ってるんや、あ、なるほどなとか考えてて、他のことを全然奥の方まで見えへんかったら、奥にね、あ、説明書まだ入ってるなとか思いながら引っ張り出したら、あれですわ、これ反射シールいうんかな、反射板のシール、白とかね、これも白か、黄色とかオレンジとか、雪の多い地域なんかの場合、ホワイトアウトみたいな
全然白くなってね、前方が見えない時は白いね、反射シールよりかはこういった黄色とかオレンジ、昔フォグランプいうのはみんなオレンジとかね黄色とか、はい、それとね同じ原理かな、同じことですわ。はいはい、業産と言ってるんでね、余ったらねドア開けた隙間に貼っといてもらったら、まあ昔の車やったらね、あんまりね、最近の車はね貼ってる車は結構あるんでね、最初から、はいはい、そんなんでね、ちょっとね表に持って行ってどれぐらいの明るさか、今まで使ってたんと違ってやっぱ明るいないのがね、はい、これね私が今まで使ってたねライトなんですけども、まだね日は暮れてないんですが、あまり真っ暗やったらねちょっとピントも合わないんで、はい、こんな感じです。それを今回これね、はい、直接地面に置けるんでね、いろんな、ほらこれワンタッチね、でこれ、はい、1メートルぐらいね、93センチか。でさっき言ってた付属についてる、ペグ、やっぱね背が高いんで下にこうやって刺しといたら、はい、突風が吹いたり腕が当たったりしてもね全然倒れることがねないんで、ああなるほどな、いいのがこれですわ。はい、こんな感じが、これがねローになって、でこれが中になるのかな、はいはい、でこっちが、はいね、もう十分ですわ。横のライトがあるんですけども、ほぼ役目をしてないみたいな、はいはい、ほんでもうちょっと近づけて同じ高さにして、で結局初めのやつちょっと切ってみますわ。はいはい、何も変わってないいうことは何の役目もしてなかったいうことです。それとやっぱりね、雰囲気がやっぱしちょっと言うときはほら、それとね地面から1メートル弱伸びる言ってても、それ以外ね、なんかゲートにねフックがあったら吊ら下げることがね全然できるんで、ほら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 、こんな感じですわ。ちょっと邪魔やな言うときでも上から吊るしといたら、でもっと伸ばして使いたいなって、まあ伸ばして使うことないねんけども、こんな感じになるし、これが温暖色。それとほぼね水筒と同じようなサイズなんで、ザックの横に水筒みたいな形で、ほらハンドフリーで歩くことも可能なんで、はい、わあこれなあってね、ちょっとね興味があったら説明欄の方にリンク貼ってますんで、はい、そちらの方をご覧ください。